はい、皆さんどうも、お疲れ様です。今日はですね、みんな大好き舞浜大橋に来ました。で最初この明暗のこの中の方ですねをトップウォーターで少し探ってみて、で何も反応なければワームもしくはあのいつもやってるね、スピンブレード、ピンテールっていうかね、あれのブレードのねパワーブレードとかにして、探っていきたいなと思っております。はい、では八徳水温と濁りを見ていきましょう。あ、そうです、サングラス直ったんですね。早くないですか、キムコさん。仕事が早い、すぐ送ってくれた。送料かかったけど、すごいですね、濁り方がプリアプリが、もう水深70センチ、80センチでも見えてます。あんまり分かんない、分かるかな、結構綺麗ですね。昨日より澄んでますね。すごい綺麗、東京の川も捨てたもんじゃないですね。はい、まず日付か、1月14日、8時12分です。心拍数100、よっしゃ、今日は小枝で釣れました。小枝、おいっ、7度です。昨日と一緒、水温7度ですね。はい、やっていきます。あっと、まだちょっと流れ効いてるな、少しだけ。やっぱり昨日と同じように少しとろーっと下げてますね。橋の裏とかにあるゆるい橋の後ろにできる流れのたるみを狙っていこうかなと思っております。あれ、めっちゃ回ってるな。よし、お願いします。皆さん、バチ抜けのラインはやっぱ08にしますか。まあ、バチ抜けのラインというか、バチ抜け専用っていうこともないから何とも言えないけども、ここだとどうなんだろうな。あの影になってるところに今から私入ろうとしてますけど、見やすさ変わんないかな。よし、 OK、 まぶしくない、すごい楽、めっちゃ楽だわ。ここもうこっち専門でやっていこうかな。値上がりさえ あのあんまりなければいきます。風がなくてここ最近は本当ありがたいですね。今これスーパーサミー126でやってます。相変わらずのカチョカチョ音がいいですね。あんまり早くやってもダメなんだろう。もうすぐさま昨日注文して、あ違う、おととい注文して次の日に届きましたね。めちゃくちゃ早かったですね。合計1000円ぐらいでしたね。だからまあ結局7000円いくらで買って1000円のあれがかかったんですが、まあね、8000円台で買えたと思えばね。お、凍っております、凍っておりますよ。皆さん見て、ほら見てくださいよ、行きますよ、びっくりしないでくださいね。これほら やーべー、ここは淡水なんでしょうね、きっと。ほらすごい、やーべっち FC、 すげー、
まあ凍るわな。僕もちっちゃい頃は全然もっと凍りましたからね。もっと厚みがあった。これちょこっと落ちるからそこについてないかなと。あと明暗も少し発生してるんですけど、寒いわけですよ。ただ今日の私は全然寒くない。指は寒いですけど体は全然寒くないです。スーパーウェアで来てますから。北極南極にも行けるウェアで来てるから寒くなし。ラーメンまた同じとこ行っちゃう。大丈夫か。ここの景色はね、やっぱり よく見えるんじゃないですか。あのキュエとか来たことない人から見たら結構よく感じると思いますよ。ヤシの木みたいなのが一本だけあそこにあるのが結構いいんですよね。ヤシですね、あそこは。釣りが OK ならなやるんだけどな。バシバシ。あぶねー、ギリギリ。いや本当にこの時期を久しぶりに、まあ、3月じゃあ1月か迎えましたけども、2ヶ月前ぐらいの時のあの水温の高さとかやっぱり幸せだったんだなと思います。幸せだったっていうかありがたかったんだなと思いますよ。まあこの時期にはこの時期でバチ抜けっていうものがもう少ししたら出てくるからそれはそれで楽しみですけど、ため息ばかり。テールにしようかな。もう値上がりそうですよね。最近パワーブレードよりあのダイワのリアルスピンをね買うことが多いんですよね。入手しやすさとあと値段がね全然違うんで。全然でもないけど、まあ一番は入手しやすさですかね。サングラスの意味がないぐらい眩しい。変な笑い方しちゃった。本当にいるのかな。まあでも結構いろんな方が言ってますけど、実は結構チェイスしてきてるっていうね。見切られてるだけで実はシーバスは結構いるなんていう情報もありますけど、まあ今の時期はちょっと分かんないですけどね。冬は岩崩れエリアもやる気のあるやつがいないかなと。ちょっとね近々ねまあ、ビッグベイト用のロッドをねちょっと借りることができたんで何本かそれをちょっと試してみようかなと思ってるんですよね。まあ、ショートロッドからミディアム長さぐらいまでボート用っぽい長さから、ちょっとまあこの岸で使えそうな長さぐらいのやつをねちょっと借りることができたのでそれをちょっとね使ってみたいなと思っております。
で、まあ、全然 LINE も通してない状態なんで、まだ準備段階なんですけど、まあまあ使ってる。はい、今日はちょっとね、明暗をやってみましたが、天然の明暗ですね。おー、結構滑るな、この苔が滑るっすね。はい、こんな感じです。生命はもう全然ない。カキ殻はくっついてるぐらいですけど、ベイトは全くいないですね。人によってはなんかイナコはいたよって人もいますけど、最近イナコすら見えてないですね。はい、そんな感じです。悲しい状態。はい、ガリッといかないか。はい、マスク装着しまして、はい、今日は前浜大橋をちょっとねスーパーサミーでやってみました。で、この後はもう10分ぐらいやってみようかなと思っておりますが、まあ、ピンテール、あのブレード系使うか、そうですね、あのワームを使うか、ちょっとね根がかりそうな感じを調べながらやっていきたいと思います。で、アングラーさんはこちらが東京はもちろんゼロで、で浦安側もゼロですね。完全にゼロ、貸し切り状態でした。はい、ではまた明日もね、まあ今日から週末になってくると思うんで、皆さんもあったかい格好をして、出撃してください。で、結構夜だと分かりにくいんで、結構こう差しを下げてきて前を降りていくと、こういうね苔がすごいんですよ。色が緑っちゃってるところは乾いてても結構滑るんで、スパイクシューズなりフェルトスパイクなりしっかり履いてから出撃するようにしてください。はい、では失礼します。バイト行きます。もう少したら失礼します。良い週末を。